ガメガメ3度の飯よりゲームが好き、自称アナウンサー界ナンバーワンゲーマーのうないりさです。今日はもうおなじみの場所になりましたかね、2回目、こちらの場所に来ているんですが、一緒に遊ぶのはこの方です。はい、宇賀神めぐです。よろしくお願いいたします、はい、今日はめぐちゃんと一緒に雀荘に来ていますが、いや、初雀荘です。初ですか？はい、とってもおしゃれですよね、ここ。いや、雀荘って、あの、失礼ですけどね、あのスパスパのイメージなので。そうそうそう、黙々スパスパのね。いや、かなりおしゃれでびっくりしてます。めぐちゃん、腕前はいかがですか？あの、2ヶ月前ぐらいに始めたばっかりなんですけど、どのつく初心者ですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。あの、前回私もなんごちゃんも、はい、どのつく初心者で行ったんですけど、はい、なんと、あの、ぜひ動画見ていただきたいんですけど、はい、なんごちゃんが快進撃を見せたので、なんごステイン、すごい。そう、だから今日も何が起こるかわからないということになっております。頑張って運を引き寄せたいと思います。はい、ということでですね、今日は誰が来てくれるのか、豪華なゲストをお呼びしたいと思います。この方たちです。よろしくお願いします。お願いします。中田かなさんと、そして前回もお世話になりました松本佳代さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。豪華ゲストをお招きしまして、麻雀で対決していきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。前回松本さんには参加していただいたんですけれども、うん、今回も罰ゲームあります。あ、なるほどね。まあでも大丈夫、やらないから私。いやいや、やらない、やらない。松本さん、私たちチーム組んでボロ負けちょっと頼みますって、記憶がなくなっちゃった。でも今回はそれをね、うん、はい、なんとしてでも中田かなにやらせたい。確かに。いやいやいや、一応ね、プロを名乗ってる以上、これは勝たないといけない試合ですから、勝ちますよ。今日は歯医者に、はい、足つぼマッサージが待っております。出たよ、もうガメガメ恒例の。なんでそんな反応に。足つぼっていうと気持ちよさそうじゃないですか。いや、絶対そういうのじゃないじゃないですか。めっちゃ絶対罰ゲームとして出てくるやつですよね。めっちゃ痛いです。しっかりと体の不調を見つけてくれる、治してくれる、ヨナミネさんという、はい、うわ、ヨナミネさん、よくバラエティーで。そうなんだ。中田さんもご存知。知ってますよ。お呼びしていただきたいと思います、はい、ということで、ぜひ皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。親は宇賀神ちゃんかな。いいのかな、うん、で、一旦ハイを立てましょうか。はい、ハイを立てる。頑張れ、頑張れ、頑張れ。これは立てそうだな。立てられた、ハイを立てられた。で、ここも一枚持って、ここから持っていく、ここから持っていきます、うん、はい。分けてるから、2枚が2個ずつ、2枚ぐらいありそう。分けると割れちゃう。では、うん、合ってそう。きっと合ってそう。もう1枚あるな、じゃあ自敗。絶対これ自敗でしょ。もう1枚あるな。割れた。持ってくる。なんか懐かしいよね。懐かしい。私もこうやってたな。プル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 する。もう一枚ある字でもいいんですよ。確認が。お、確認が入ります。すごいよ。え？いきなりど真ん中の子が出てきた。早そうなのか。早そうだな。早そうだね。なんか手良さそうなんだよな。うん、そろそろ入って進んでるの、うん、シャアが出てくるのか。シャア出てくるの、もしかして。うん、ドラだけど自敗だから、うん、真ん中とかの範囲の方が後で使いやすいかもしれない、うんうん、親だし先生リーチ強いですからね、はい、そうなんだ、うん、まずはリーチっていうのを目指していきましょう。そうですね、リーチっていう。
西を持ってきた、ね、このリアクションあらららららってもう使えない、うん、どうしようどうしよう。でもそしたらもういらないんじゃないかな。もういらないです、一回切っちゃってるから、ね、そういうこともある、うん、じゃあもう今切れたから私もいらないかな。そうですね。ここに1回置いて頑張れいやでも応援しちゃいけないんだよね。そう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 、ダメだ、うーん間違えろ仲間がいなくて隅っこからそう仲間外れをもうごめんねって言って捨てていくゲーム、うん、はい仲間外れ困ったら隅っこの方から捨てていく、うん隅っこ捨てます、うん、キムナイさんがめっちゃ速くなってる打つのが。あ、そう、うん、この間初めてやらせていただいたんですけどすごい集中してる。いつもゲームやってるみたいな確かにうわーとか言ってるの、うん、ゲーム好きだとってか勝負好きだとやっぱワクワクしますよね、うん、マージャンって。なんかこう一回も同じ出会いが来ないじゃない、うん、それがずっと楽しい、うん、同じじゃないですもんこれ、うん、そう、この子仲間外れです。はい、うんめし上がれご飯かなちゃんってなんでこんなに麻雀ハマったの、プロになるまで。もう面白かったんですよね、ゲームが。本当に最初はきっかけはその舞台のセリフで麻雀用語が出てきたのをきっかけ、それを調べて麻雀ってあるこういうゲームなんだっていうのを覚えたんですけど、そこからハマるのはもう本当にゲームが面白かったぐらいですね。周りにやってる人も全然いなかったから、その環境でも何でもなく自分から入ってった感じ、うん、確かに、うん、今は結構ポンの道とかアニメありますけど、うん、それこそ始められた時にそんなに麻雀、うん、女性で麻雀人口って少なかったので、うん、友達でやってる人いなかった、うん、なかった、ね、松本さんも、うん、私は本当に一番最初にできた麻雀の女の子の友達がオカピーかなっていう、そう、麻雀始めるときに誰か麻雀やる人いないかなって、うん、本当たまたま友達がオカピと友達で、あ、そうそう、そういうのこっちの遊園だったんだ。長いですもんね、なんか、うん、そう初めて多分お会いしたときはもうすでに仲良さそうだった。そうよな、周りにそれだけあんまり仲間がいなくてここまで M リーガーになるとこまでやろうって思えるのがすごいと思う。そうですね、うん、じゃあ、うん、プロになるつもりももともとはなくて、うん、なれると思って、いつか、うん、何年、何十年後かなとか思ってたのに、うん、プロテストって何やるんですか。私受けたことないから。プロテストは、まあ、実技と面接と筆記が私はありましたね。筆記も、はい、面接ありました。実技って言ったって運みたいなとこあるじゃないですか、うん、そうですね、うん、何を判断力みたいな、その中でこうじゃないかな、どういう選択をしていけるかっていう基礎的ジャン力が見られるような気がするけど、どうしたの、困ってるの。いや、リーチしていいですか。なんかどうしようかなと。そんな、何、じゃああんまいい街じゃないんだ。いや、じゃあこれブラフになったら困るな。こうやって聞いていこう。両面待ちですか。どうかな。かんちゃん待ちですか。どうかな。シャンポン待ちですか。どうかな。分かんない。ポーカーフェイスにしないといけないで。ウミガメのスープみたいな。いや確かに。はいかいいよみたいな。マンズですか。大
会の映像とか少し拝見したことあるんですけど、うん、なんか緊張感すごいですよね。 M リーグの舞台は特にいいじゃないですか。あれはもうああいう競技というか、ああいうところで打つ時はやっぱりもうピリッてしながら打つの切ってる。偉い偉い。一回置くんだ。いやかなちゃんには振りたくないんだよな、シンプルに。シンプルにかなちゃんには振りたくない。確かに考えることプライベートは全然なんか和気あいあいとプロの人とも和気あいあいと麻雀打つことが多いんですけど、多分映像で打ってるやつはみんなピリッてしてるから、すごい、うん、ピリッとする牌を切っている、うん、存在切ってると思ったけど、うん、こういうので誘った、ね、うん、あ、それですね、闇天でしたあ、なかなか前の人が切ったら、切ったら、前切ったら、うわ強いの、なかなかの押しを見せていますね。そっか、これ2下2になっちゃいけないですもんね。そうだから、そっかこっちが振り込むと点数下がっちゃ う。あ、恐ろしい。1位を狙う麻雀の打ち方と2位までに入る打ち方ちょっと違うんで難しい。振りたくなさすぎてめちゃくちゃ現物切ない。こうなるのはめっちゃわかる。もう振りたくないもん。ね、な気がする。ドラがね、シャアが一応3枚抜いてる。でも赤があるから。赤があるんですよ。リーグでは赤がありますから。ドン。ああ。いい待ち。キュー。タイヤオタイヤピンフードラ赤赤、はい、赤8000点8000点です。うわあ、かなちゃんの足つぼが遠のく遠のく一回8000上がっとくとね、結構安心だね。安心なんですよ、このルールは。重いやつですか。すごい。すみません。ついさすがすぎて普段の感じでパワーってやってしまう。二人の速さで。TBS チャンネル1で私も番組
ってたんで、そうだ、はい、まだこういう頃に始めて定期的に打つこうチャンスというか、はい、番組であるといいよね。ありがたかった。なんかいろいろ言ってもらえるし、こっちの方がいいよとか番組で。太郎さんと当たった今リーグで。あ、2回ぐらいや。え、結果は？結果は多分2着3着トップ3着とかだったかな。確かそんな感じ。前に。いやー。M リーグの始まって結構すぐめの時にタンヤオチートイドラドラ赤赤みたいなのをリーチした三倍マン、うん、裏裏乗ったら三倍マンみたいな、うんうんうん、手の時にウーマンタンキーかな、あ、そう、赤ウーマンタンキーでかなちゃんがリーチしたやつだよね、やつの時が、うん、太郎さん同宅なんで、もしかしたらのもしかしたらで出るかもしれなかったから、あれは出上がりしたかったなと思って熱いね、それ出上がりしてたら太郎さんから3倍マンとかがマジで、まあ、出上がりじゃなんないのか、相撲裏裏じゃないとなんないのか、けど熱いね、そう大満にはなってたからなとか思っちゃうと、もうダメだもうダメだちょっと待って、もうダメだ、あ、ごめんなさい、もうカメラゴーしちゃった、え、待って、もうさ、やばい、どうしよう、どういうダメだろう、またドラが出てくるとかそういうことかも、いやいろいろ保留目指してるものがあるときってドラ早く出てきたりとかありそうな気もするし、5なんてすごく仲間を作りやすい牌だから、うん、これ使って上がれば大体、あ、まあ、これ使いやすいし、うん、上がれば高いしっていう、そう、なんかこれ来てきたのは結構およってなる、けどでもその前に裾切ってるからもうまあ飽きるかなって言ってましたし、いやでももう、ね、シンプルテンコシャンコしている今テンコシャンコしてるけど、うんうん、あ、でもいい、これ大丈夫大丈夫、あら、よくよくこれでよくて、別にこれでだから、だからこうテンコシャンコ、あー、なるほどね、テンコシャンコして一メンツができてましたという赤い含みで、はい、いいんですよ、これは、できます、一回捨ててる範囲は、うん、捨て範囲見ないで、ちょっとなんか何着るか考えちゃうな、私の捨て範囲見ないで三巡目で出てくるのって結構、あ、缶、なんか缶をしようとして、あ、違う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 、あ、違う、そんな腕前はモーションだって、そんな腕前はでもか片手で動いてましたから、結構すごい缶の仕方の中でもめちゃめちゃプロいなと思って、お引っ越ししました今缶って4つで、3枚組みたいな1組に、はい、ピッチ、おー、下に来てしまった、
ふぅ捨てしまった、3万5000点持ちスタートだった。かなちゃんから上がりたいな。でこれだと思こういうのだと思ってるんだよな。かなちゃんから上がりたいな。こういうのは振ったら良くないんですよね。ただキムチにしとこからこう後ろに見えた、確かにやっちゃうけど、やっちゃうやっちゃう。勉強会の時とかも、うん、仕掛けた人とかは教えてくれたりとか、うんうん、あ、お待ちだけだから今日は、ね、勝負がかかってるから、うん、私見に行ったら自分のあたりからこれ切った方がいいって 言うかもしれないからそしてロンそう硬いね、かなちゃん。いや、なんかね、もう絶対切れない範囲を掴んでしまったんですよね。私は絶対かなちゃんから2着だけじゃなかったらちょっと勝負してたかもなっていう。履いて見せたい高そうなんだよな。そう思いますか。え、違うとどうでしょうか。ここに出てるやつを着れば、うん、ロンっては言われないから。じゃあそこに出てるもの。で前から。中田かな狙いの。え？三蔵短期。何それ？すごい。バカにチートイツ。チートイツ。すごい。私ちゃんたかなと思っちゃって。最初そうちゃんたも見ながらやってて、はいはい、そう。通走、運走、老走だったから、7、8、9の急走引いて嬉しいみたいな時かと思っちゃった。確かに。無事出すと3走でした。あ、3でした。切らなくてよかった。じゃあ、あったんだ。うん、ちゃんたの到着いただければ。青い。ちゃんた、ちゃんた、でも。最初のとちゃんた。を見てってこと。そう。自敗とかじゃなくて、かなちゃんを狙う3走探検。やばいな。やめてよ。やだ。ポンするのかなと思ってドラさんみたいな。これ切ってもいいってことだ。これ2って、これ2あれば
オッケーですか。ドラドラ。これを2枚あったら頭にしてもいいし、ポンして2枚あったら多分ポンすることになる。高くなる。おお、持ってきた。おドラトイツ。バイバイ。そうこうなるんだよね、こうやった時ってあるある。本当に見切った次の順目に出てくるってあれ何なんだろう ね不思議な現象。本当に、うん、あ、おすみません、失礼しました。で、うないさん、山をちょっと前に出してあげるとこういう感じですか、ね、うん、右で弾いたりとか、なんか色々両方使おうと思ったら使えるんで、いいな。確かに左利きの人ってなんかラケットはこっちだけど、うん、箸はこっちとか、うん、文字書くのこっちとか、直されてこっちは、インタビューとか、うん、そういうのは多いけど、打つのってどれ、放送で打つのとか結構あります。放送ちょこちょこ見はするけど、そう年に 1,2 回あそっか放送で打つのだからすごいね、楽しい放送対局って。ああそう、いいモチベーションというか、うん、楽しいと思うのめっちゃいい。あと自分が打ったのを後からこう映像で残ってるとさ、振り返れるから、だから過去の自分のやつとか見るとなんでこんなの切ってんのみたいな、そうびっくりしちゃうの。でもアベマって結構その昔やってたそのもう5年前とか6年前とかのやつが再放送で流れてたりしてて、やめてわかる。でもその時からだから明確にもう見えてるってことですよね、その昔の自分のだから成長してるってことですよね。わかる、さすがにみたいな、さすがにひどい、ひどいのがやっぱあって覚えたての頃とかだって、うん、今もまだまだちょっと勉強しなきゃいけないこといっぱいあるけど、これだけは絶対ダメっていうのを聞いてたりとかしてて、ゾッとするよね昔のやつ。もう今こうやって映像で残ってるから、うん、2人ももし今後バンバン打つようになった時に、いやこれ私ゾッとしてるわけですよ。なんでこれ捨ててるんだろうみたいになる。なんで私ハク切ってんの、だから切っちゃったんだって、そういう日がね来るかもしれない。うん、迷った。
ていう。やだ。いやちょっともうかなちゃんに振りたくないの。それでこれはでもあの面白くなるために一応だから私から出上がりもできるかな。なるほどね。でも一回現物切る。一発はね。一回ね。致命的になる可能性あるから。逃さない。あ、貧乏になった。貧乏になった。貧乏だこれは。すごいぞ。ラスト。オラスです。親番だから上 が、まあ、上がれば大丈夫。上がればで、宇賀神さんはマンツモでも届かない、羽ツモリーボー出てでも届かないかも。リーボー出てマンツモで大丈夫。あれ、どう暗号が聞こえる。暗号点ね。じゃあドラ切っちゃおうっと。私もドラ切っちゃおう。打点がいらないから。私も打点いらない。設定上がりたい。じいさんがマンガンツモ、リーボーでマンガンツモしたら、うん、それはもう、あれ等で譲る。何だろう、何のことだろう。大丈夫、気にしなくて大丈夫よ。麻雀をね、ずっとやってるとこんな話ばっかりしてちゃう。分かんなくなっちゃう。確かに暗号みたいな言葉だよなって思う。そう、昔はそう思っていたはずなのなって思った。使いこなせるようにいつかなれるのかな。リアム年待ちくらいかな。天の声。そうでした。羽まんつもすれば、かなちゃんまくれなかのか。やらきっちゃった。1位目指そうとしてる。羽つもすればかなちゃんまくれた。2着抜けのルールだからいいですよ。いいじゃん、どっちでも。ルール的にはどっちでもいいじゃん。もう前回オカピ来た時も、私はこっちの味方だからオカピを倒すわ。仕事するなぁ、やだなぁ。で、しっかり負けた。
ツもトップか。あれ見えてるな。怖いぞ。いつもトップ。いいね、いいっすか、かなちゃんいいね、終わらせちゃおうかな、かなちゃんいいね。わぁ、でも私はなかなかなをまくるんだ。そのチャンスは出てきた。なかなかなをまくるんだ。なかなかなを、え、これワンチャンあるぞ。なかなかなまくる。え、いや、めちゃくちゃ都合よく灰が来たら、そんな、そんなやめてよ。めちゃくちゃ都合よく灰が来れば。やだなぁ、すいません。そうやって言ってリーチかけてさ、万願積もられてさ、うん、あ、それやばい。自分のリーボがここ結構出すとだ だいぶ条件が。でも M リーグだったら結構リスクをってトップ取り行くでしょう、でもね、絶対そうなるもんね、トップが偉すぎるから、ね、いやー、どうかな。3万本小さな手出し、ポン出しはチビか、チビ、最終手出しは小さな、うん、そうも手出しそう。あー、どうしようかな、これ、観光だな。チーソースを手出し、なんだ、かんちゃんから連名に変わったか、いろいろある。真相を解き出したい。私は上がりたいな。端っこですかね。端っこ。端にメンツ落としてる可能性もあるし。スライドの可能性もあるし。まあ、いっか。うおあ、ちょっと待って、なんでもない、ごめん、無視して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 、ごめん、うおーとか言っちゃった、無視して、無視して、すごいのって、なんか、無視して、国士武装っていう、絶対国士じゃない、そういう名前しか知らない、4枚消えてる、自分で4枚正解した、正解でも、あー、はい、圧勝です、さすが圧勝でした、あー、貧乏だ、貧乏だ、
かなちゃんしか上がってない。ということで個人戦結果がこちらになります。神田さんが 42,400 ポイントで、はい、圧勝。そして松本さんが 26,700 点で2位。そして3位めぐちゃんが 15,700 点。そして私がビリ 15,200 点。はい、頑張りました。頑張ったけれども私たちでした、やはり。じゃあからいきますか。いいですか先輩。どうぞどうぞ。気持ちよくな、気持ちよくなっちゃってください。よろしくお願いします。これで強くなっちゃうからな、麻雀。そっか、これスイッチ押してもらう。開運は失望。開運だもんな。お願いします。はい、いってらっしゃい。なるほどですか。このゴリッとしてる、ゴリッとしてます、ゴリッとしてます。痛い。なるほど。いや、胃がまだ、まだ悪いですか。もうちょっとか。早くしていただいたんですけど。やっぱり日常の生活でやっぱり疲れてきますかね。いや、脂っこいもの控えてるんですけど。痛い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 。すごい。痛い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 。すごい。いやでも忍耐力ある。私頭の質問されてました。ティッシュあります。めっちゃ痛そう。綺麗になれますね。ありがとうございます。痛い。ちゃんと解消してる。でもその自然と溢れた涙に多分全部老廃物が出てるから。出てますね。開運です。お疲れ様でした。先輩どうぞ。行ってきます。動き回るんでもう寝そべってるもん。ベテランすぎるんだよ、うん、足つぼ。あ、どうです最近私。でも前より足柔らかく。おー、ヨナミレさんのおかげですよ。あ、いいです、いいです、大丈夫です。私あいっあいったなんで私たちなんだ。